おはようございます。2010年の8月29日6時5分になりました。日曜日ですね。もう8月もそろそろ終わりということで、最後の日曜日ですけれども、今日は皆さんどんなご予定ですかね。もう夏休み最後の日曜日なんで、ね、小中学生のお子さんのいる家庭は最後の日曜日ぐらいどっか遊びに行きたいとか言われてるのかもしれないですけれども、さて今日のニュースですね。まずはもうこれですね。もうこんなことをやっとる場合かって言いたくなるぐらいなんですけど、民主党の代表選ですよね。それで菅さんと鳩山さんとが今日にも再会談するということで、まあ、小沢さんが立候補するという話になった途端にですね、まあ、菅さん小沢さんですねの対立ということで、なんかドタバタしてますけれども、そんなんでいいんでしょうかね。本当にまあここでもしまた小沢さんになるってことになったら、もう どれだけ日本の首相ってどんどん変わってるんですかというような話なんで、もうね、海外から見たら何をしてるんですかみたいな状態ですよね。一般の企業で言ったらね、1年おきとかそんな感じでどんどん社長が変わってると交代してる、どうなんよその会社みたいな感じですよね。そんな次々社長が変わるってみたいな、なんかねこういうもんってなんとかならんのですかね。まあもっとも小沢さんがね、直前になってやっぱり取りやめますって言って、本当は実は菅さんにこうみんなが、集中するように仕向けるというところまで計算づくのやった行為であれば最終的にをやるやんけみたいな感じなんですけど、まあそこまでどうなんでしょうね。わかりませんが、さてもう一つのニュースを見たいと思います。もう一つはですね、そうですね、テクノロジー面のところからいきましょうか。技術関係のところで、これですね。これなんで技術なんかよくわからんんですけど、その分類なテクノロジー、富士山登山が最多記録ということで、吉田口登山道でその計測しているその登山者ですね、24万8000人を超えたということで、もうすごいですね。めちゃくちゃ富士山に登る人が増えてると。まあ、山ガールとか言われるような要はアウトドアのですね、山に行くような服装とかがすごいファッショナルブルになってきて、その街中でも着れるような結構そういうファッショナブルなものが増えてきてですね、まあ、それも手伝って、女性にも人気が出てきてると。で山に、登山をするというようなところで、やっぱり日本で登山、富士山ですよね、すごい日本人でもやはり人気がありますし、でまた富士山だとですね、特に関東圏はですね近いので、というか関東圏なんで、やっぱり住んでる人も多いですからね、その結果的にやっぱり登る人もすごく多くなっているということもあります。でそれからですね、おそらくここには海外の人がかなり含まれてるんじゃないかなという気がするんですね。まあ、5合目まではバスで行けるので、その今中国とかから来てる人のツアーでものすごい数の人が今5合目まで登ってるということで、5合目のですねお土産物のおばちゃんたちはですね、もう中国語が、簡単な中国語ができるような状態になってると。それぐらいですね中国の人が来てると。で富士山、すごい人気なんですよね。で、まあ、世界的に見ても確かに富士山みたいに一つの山がドーンとこうね開けたところにあって、山頂から裾野まで綺麗にこう見えてる山っていうのは実はものすごく少ないんですよね。小さい山はあってもですね、規模で、裾野まで綺麗に見える。で、まあそういうものはやっぱり少ないんで、やっぱりその中国の人たちもものすごいこう来たがると。で綺麗なところであり、また不動産もですねどんどん買われているとい
ていう状態なんですけど、そのうちあの富士山が、中国の土地になってしまいそうな勢いになるかもしれないんで、まあそうはならんでしょうけどね。まあただでも本当にその海外からも人気があって、やっぱりその富士山っていうコンテンツをですね、いかにこう今売り出すかというところが、まあ一つその大きな意味合いになってきてるんじゃないかなっていう気がしますね、こういう数字を見ても。ということで、もう6時10分になりました。日曜日ですね、今日もお出かけする方多いかと思いますが、本当にね、もう暑い日がずっと続いているので、もうね、体の疲れとか体調もやっぱり普通とちょっと違ってきてるんで、なんかぼーっとしたりねするようなことがあったら危ないので、ぜひぜひ気をつけて、また熱中症とかねならないようにということで、今日も一日元気にやってまいりましょうということで、ではまた。